副社アルバロデル・ポルティー・リョは、スペイン出身のカトリック教会の司教であった。オプスデーの初代俗人区長。司祭除会前はエンジニアであった。オプスデーの創立者である聖ホセ・マリア・エスクリバーの忠実な協力者であった。また、創立者の司教後、最初の後継者として、オプスデーを導いた。模範的な司祭として教会に仕え、特に、 第二バチカン公会議において活躍した。1991年、司教に除解される。2014年、列服されて、副社アルバロデル・ポルティーリョとなる。副社としての記念日は5月12日、尊称、ドン・アルバロ。アルバロデル・ポルティーリョ氏は、1914年3月11日、スペイン首都マドリードのカトリック信者の家庭に8人兄弟の3番目の子として生まれた。 氏は土木工学博士であり、哲学と教会法の博士でもあった。1935年、聖ホセマリア・エスクリバー氏が1928年に創立したオプスデーに加わり、以後専門職と日常の務めを成果しつつ、オプスデーへの召し出しを従前に生きた。学業や専門職の場で同僚との幅広い使徒職を繰り広げた氏は、早くから聖ホセマリアの右腕となり、 およそ40年間、福神の協力者としてその傍らで働いた。1944年6月25日、司祭に除開され、以後、死牧活動のみに従事し、オプスデーのメンバーとすべての人々に仕えた。1946年、聖ホセマリアと共に、ローマに教を定める。聖座のシズの将の顧問に任命されて勤勉にその、職責を果たしたほか、 特に第二バチカン公会議の仕事に積極的に参加するなど、あぐむことなく、教会に仕えた。1975年9月15日、聖ホセマリアの最初の後継者となる。1982年11月28日、オプスデーが俗人区として設置されたことに伴い、聖ヨハネ・パウロ二世教皇より、オプスデーの初の俗人区長に任命され、 1991年1月6日、死教に除海された。死の統治において際立つことは、創立者とその教えに対する全面的な忠実と、教会に仕えたいという熱意から、俗人区の使徒職を推進させるにあたって示した、疲れを知らぬ、死牧活動への努力である。自らの使命を、聖ホセマリアの教えに従って献身的に、遂行したが、その基盤となったのは、 精霊の働きの結果である、神との不死関係の深い認識であり、祈りと生態と聖母への細やかな信心に育まれ、父なる神のお胸にすべてを委ねてキリストとの一致を求めることである。教皇と司教方とは緊密な一致を保つ教会への愛を表した。その司教文章にキリストが治まれんことを、と記されてあるように人々を、 キリストの元へと導くために示した、燃えるような熱意は、善良で明るく恩和な人柄と、相まって、司教の人格の特徴であった。聖地から聖墳墓へと、イエスキリストの生涯を信人部各辿った、聖地巡礼から戻って、数時間後、1994年3月23日、早朝、死去した。その前日、エルサレムの最後の晩餐の高間教会で捧げたミサが、 生涯最後の生体祭儀となった。聖ヨハネパウロ二世教皇は3月23日当日、俗人区長教会である平和の聖マリア教会に安置された死の遺体の前で祈られた。現在、同教会の地下墳墓に眠る。2004年3月5日、ローマ教区総代理の法廷において調査の開始が宣言された。ローマ主教である教皇の代理として、 カミーロ・ルイニ・スーキ教がこの法廷の議長を務めた。同年3月20日、オプスデーの俗人区長は、俗人区、オプスデーの法廷における調査の開始を同じく宣言した。アルバロデル・ポルティー・リョ氏の劣服調査には133名の承認が参加した。また、俗人区のメンバーが62名、メンバーでない承認が71名であった。 聖座の事実上の声である、バチカン四国で発行される、日刊誌、ロッセル・バトーレ・ロマーノで発表された、劣勢賞前長官のアンジェロ・アマート・スーキ教の記事によれば、生成は、教会の目的であり、地上における人生の最終目標でもあるため、副社アルバロ・デル・ポルティーリョのような聖者こそ、本当の意味で世界を改善できる人であるという。祈り、慈しみ深い父なる神よ。 恩美は、司教、副社アルバロに、聖マリアの助けによって、模範的な牧者として教会に仕え、オプスデー創立者、聖ホセマリアの真に、忠実な子、後継者となる恩恵を、お与えになりました。どうか私もまた、キリスト信者としての召し出しの務めに忠実に応え、日常生活のあらゆる時と状況を、主を愛し、キリストのお国に仕える機会とすることができますように。 副者アルバロに劣勢の恵みを与え、その取り次ぎによって私の願いをお聞き入れください。アーメン。主の祈り、アベ、マリアの祈り栄へしありがとうございます。